今日からすっぴん素肌プロジェクトが始まるんだけど、メイクもしないし。あ、クリストファー・アンダーソンって知ってる？世界的に有名なカメラマンなんだって。撮影までに肌の調子がもっと良くなればいいな。正直ちょっと不安。これまでにフェイシャルトリートメントエッセンスを使ってきて、肌にも少し自信が持ててきて、今だったらやれる気がする。これから素肌での撮影です。このチャレンジがくれたのは肌への自信でした。初めは無理って思ったけど、今日成果を目の前にしてとっても嬉しいです。